私の名前はエリカ、25歳の OL だ。仕事に明け暮れ、慌ただしい毎日を送っている。仕事はとても楽しくて毎日充実しているのだけれど。どうしたのエリカ、暗い顔しちゃって。実は付き合ってた彼に急に振られちゃって。急に振られた？どうして？理由は教えてくれなかったわ。私が仕事に打ち込みすぎたのがいけなかったのかも。しかし私が振られた原因は意外なところにあったのだった。幼馴染のユイから久しぶりに着信があり。もしもし、エリカ？久しぶり。ユイ、どうしたの急に。エリカに会いたくなっちゃって。明日ランチでもどう？別にいいけど。ユイからお誘いなんて嫌な予感がするわね。ユイと会った瞬間、私は振られた理由を理解したのだった。ヤッホー、エリカ。ユイ、どうしてこの人がユイと一緒にいるの？あら、私の彼がどうかした？あ、確かエリカの元彼だったんだっけ。ごめんね、エリカ。エリカより私の方が相性いいから付き合ってほしいって彼に迫られちゃって。別にわざと横取りしたわけじゃないのよ。彼に何度も言い寄られて仕方なくね。幼馴染のユイはいわゆる魔性の女。ルックスが可愛い上甘え上手なのだ。さらにおごらせ上手でフリーターなのにかなり羽振りがいい。玉の輿でセレナになるのが私の夢と以前宣言していたくらい。仕事ばかりで男運のない私とは大違いだが、私の男運のなさにはユイが大いに関わっているのだ。エリカって本当に魅力ないよね。かわいそう。エリカの彼氏ってみんな私に恋しちゃうし、あんたが横取りしてるんでしょうが。そう、私が男性と付き合うたびにユイはいつも私の彼を横取りしてきたのだ。ユイは人のものが何でも欲しくなってしまうタイプの人間なのだろう。他人のものを横取りしてはいつも優越感に浸っている。エリカって頑張り屋さんだけどなんか痛い感じがするのよね。不器用でまっすぐなのはいいけど、そんなんだからいつも男に見放されちゃうんだと思うよ。男ってさ、おねだり上手の可愛い女の子に弱いのよ。私みたいな。あんたに私の生き方を口出しされる筋合いはないわよ。別れた彼が誰と付き合っていようと私には関係ないし。それじゃ私帰るから、どうぞお幸せに。ああ、もう帰っちゃうの？エリカったら強がっちゃった。ほんとすっごく悔しいくせに。私、子供の頃からエリカのことが気に入らなかったのよね。ちょっと美人だからっていつもエリカばっかりモテまくっちゃって。だからあんたの彼は全部私が取ってあげる。もっともっと悔しがりなさい、エリカ。いつものこととはいえ、ユイに彼氏を取られたことにはかなり傷ついた。そんな心の傷を癒すためにも私は大好きな仕事に励んだ。そして数ヶ月後、仕事の縁でとある男性と付き合い始めた私は彼と初めてデートをすることに。こんにちは、カジノさん。やあ、エリカさん。カジノさんは取引先の IT 企業の社長さん。何度か一緒に仕事をするうちに、ある時彼から猛烈なアプローチを受けた。ビジネスセンスに長けたラツワン社長のカジノさんを私はとても尊敬している。待たせちゃいましたか？いや、僕もちょうど今来たところなんだよ。行こうか、エリカさん。僕のおすすめの店を紹介するよ。本当ですか？楽しみです。しかしこの時私は気づかなかった。私たちのデートをユイが偶然目撃していたということを。うん？もしかして今のってエリカ？うわ、エリカと一緒にいるあの男すっごくイケメンじゃない。エリカのやつ、次はあんなイケメンと付き合ってるの？私の方がエリカよりモテるはずなのに、どうしていつもエリカばっかり。許せない。ユイはこっそりと私たちを尾行し続けていた。彼がつけてるのってロレックスの高級腕時計よね。スーツはアルプーニのオーダーメイド品だし。彼絶対にセレブだわ。彼を落とせばセレブになるっていう私の夢も叶うかも。よし、絶対にエリカから彼を奪ってやるわ。玉の輿セレブを夢見るユイにとってカジノさんは格好のターゲットだった。エリカさんのおかげでうちの会社の仕事はとても順調だよ。君みたいな有能なビジネスパートナーがいてくれて本当に助かっているんだ。いえ、カジノさんの経営手腕が優れていらっしゃるからですよ。ありがとう、エリカさん。
社長としてこんなに嬉しい言葉はないよ。え、社長？やっぱりセレブだったのね。私の目に間違いはなかったんだわ。今日はとても楽しかったよ。それじゃあまたね、エリカさん。はい、またオフィスで。二人が別れた。これはチャンスだ。今から彼にアタックよ。エリカより私の方がいいって彼に分からせてあげる。あ、痛い。おっと、君大丈夫かい？ごめんなさい、ハイヒールが脱げちゃって、足くじいちゃったみたいで痛くて歩けないんです。それは大変だ。僕が手を貸しますよ。ありがとうございます。とっても優しい方なんですね。え、私なんか胸がドキドキしてきちゃった。もっとあなたのことよく知りたいな。数時間後、ユイは魔性の女っぷりを存分に発揮して、出会ったその日にカジノさんと関係を持つに至ったのだ。エリカの彼また奪っちゃった。しかも今回は社長、ついに私の夢が叶うのね。しかし私はユイの悪行を知ることもなく、仕事に明け暮れる日々を送っていた。最近本当に忙しいわね。でもここが踏ん張り時だわ。そんなある日のこと、会社帰りだった私は駅前でばったりとユイに出会った。え、ユイ？あら、エリカ、こんなところで会うなんてすごい偶然ね。ユイに会うのは元カレを取られて以来ね。憂鬱なんて。本当はあんたのことここでずっと待ち構えてたんだけどね。こいつストープにキスプにな。ユイはねっとりとした口調で私に話しかけてきた。私、エリカにずっと謝りたかったの。え？謝るって一体何のこと？何？元彼を略奪したこと？今更何なの？実はね、私またあんたの彼氏を取っちゃったんだ。ほら、 IT 企業の社長してるカジノさん、かっこよくて頭もよくてお金持ちで本当に素敵な人よね、彼。え？どうしてユイがカジノさんを知ってるの？取っちゃったってどういうこと？呆然とする私にユイは勝ち誇った顔でペラペラとまくし立ててきた。私たち出会ってすぐに意気投合しちゃって、いろいろな相性がすごくよくてね、彼もう私しか愛せないって言ってたわ。毎日ラブラブなの。私は驚愕のあまり言葉を失って立ち尽くしていた。でもカジノさんってエリカの彼だったのよね。私知らなくて本当にごめんなさい。この口ぶり、まさかユイ、カジノさんのこともわざと横取りしてきたのね。驚きすぎて何を言ったらいいかわからなくなっていた私だけれど、別にどうでもいいわ。え？今何て言ったの？そんな小さな声じゃ聞こえない。あんな男でよければ。どうぞ。ほら、ずいぶんと冷静なのね。本当は悔しいんでしょ？別に悔しくないわ。カジノさんなんて私には関係ない。めっちゃクールプニ、かっこいいプニ、プニ惚れるプニ。どうぞお幸せに。そう吐き捨てて早足で去ろうとする私を見て、ユイは高笑いをしていた。エリカったらかわいそう。自分の魅力のなさを反省するといいわ。そして数日後、ユイの自宅ポストの中には、あら、お手紙、何かしら。封筒を開けてみたユイは目を見開いて絶叫。一車両請求？何よこれ。不貞行為により通知人の夫婦関係は破綻して多大なる精神的な苦痛を受けました。よって一車両を請求します。嘘でしょ。慌てふためいたユイはなぜか私に電話をかけてきた。はい、もしもし。もしもし、エリカ、ちょっとどういうことなのよ。いきなり何の話？慰謝料請求書とかいう手紙が家に届いたんだけど。慰謝料？もしかしてカジノさんの件？そうよ、カジノさんの奥さんとかいう人から来てるのよ。これってどういうこと？あら、もしかして知らなかったの？彼、既婚者なのよ。え？そんな。驚愕するユイに向かって私は淡々と事実を伝えた。
私もカジノさんが既婚者だってことは最初は知らなかったんだけどね。彼のスマホの着信通知を偶然見て知っちゃったのよね。気づいてすぐに別れたわ。ユイが付き合い始めるよりかなり前に彼とのお付き合いはやめたのよ。聞いてないわよそんなの。どうして教えてくれなかったの。なんで私が教えなきゃならないの。そもそもあんたが勝手に付き合い始めたんでしょ。人の彼氏を取ろうとするあんたの自業自得でしょ。自分のしたことの責任は自分で取りなさい。それじゃ私仕事で忙しいの。電話切るわね。ちょっと待って、エリカ、エリ。予想通りの展開ね。教えてあげてもよかったけど、ユイは一度反省した方がいいわ。どうしたんだエリカ、仕事中に暗い顔して。悪質なセールス電話でもかかってきたの。ううん、なんでもない。まあクレームの電話みたいなものよ。大したものじゃないわ。そんなことより仕事仕事。そんな、こんな高額な慰謝料払えるわけないじゃない。私どうしたら。あ、誰。はい。あれ、誰もいない。何よこの藁人形。ドアに釘で打ち付けてあるんですけど。このプニも人形プニ、人形プニよね。その後もユイの身の回りでは怪奇現象が続いたらしい。ん、窓誰かが叩いてる。こんな夜中に、ここマンションの5階なのに。夜中に窓を叩く謎の音が聞こえたり、マンションのドアポストにブッカが刺されていたり。何よこれ、怖すぎるんですけど。私の旦那を取る泥棒猫め、呪ってやれ。全ての怪奇現象の犯人はカジノの奥さんの仕業だったみたいだけれど、ユイには犯人を知る由もなかった。その後ユイはどうなったかというと。おい新入り、真剣に働け。はい。風の噂で聞いた話によると、慰謝料返済のためバイトを掛け持ちしてあくせく働いているらしい。ユイは今ではかなり貧乏な生活を強いられているらしい。お金足りない、今日もご飯はカップ麺ね。これまでお金をかけて磨いていた彼女の可愛らしい顔も今では見る影もないそうで、玉残しセレブになるという彼女の夢は無残にも打ち砕かれたという。まあユイも少しは懲りたでしょ。これで反省してくれればいいんだけど。どうしたエリカ、元気ないな。可愛い顔が台無しだぞ。バカだったらお世辞なんてやめて。彼はバカラ。カジノさんとはライバル関係のベンチャー企業の社長で、私のビジネスパートナー兼恋人だ。お世辞じゃない、俺はいつもエリカを可愛いって思ってるぜ。恥ずかしいわ。ワンマン社長のカジノさんとは対照的に、彼は温かな人柄で社内外の評価も高い。バカラは私にとって最高のパートナーだ。よし、元気ないエリカのために俺が海外旅行をプレゼントするよ。どこ行きたい。え、バカラはどこ行きたいの。ほら、お前と一緒ならどこでもいいぜ。もう、あいつあいつプニな。ユイには悪いけど、私は最高な彼とのセレブ生活を満喫しているのだった。エリカよ。バカラだ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。バカラは私にとって最高のパートナーだ。いいセリフだよな。たかだか動画の中のセリフで何を有頂天になっているの。また素直じゃねえんだから。話にならないわ。よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくな。ごめんすいません。